黄泉の国の暮らしをもっと知りたいという方のための3回シリーズの最終回となりました。今回はですね、不思議な形をした壺のお話です。これまではですね、中国の人々が死後も黄泉の国でも楽しく暮らせるようにですね、召使いとか護衛の兵士、あるいは家畜の動物などをかたどった人形、それに建物や井戸といったですね、暮らしに必要なものをかたどったミニチュアの模型をお墓の中に収めてきましたよというお話をしてまいりました。ですけれども、今回はですね、壺なんです。壺は壺でもですね、日常生活で使ったものではなくて、基本的にお墓からしか今のところ出土しない、見つかっていない、そういう壺です。一体どのような形をしている壺なのでしょうか。例えばですね、この壺なんですけれども、口の上にですね、豪華な建物が載っています。まるで宮殿のように立派な建物なんですけれども、その建物にはですね、無数の鳥や人物の小さな像が飾られているんですね。しかし、この壺は壺でありながら口が塞がっているんです。この建物によって塞がってしまっているんですね。形そのものはまあ壺なんですけれども、中に何かを入れるということは物理的にできない、そういうものなんです。で、この壺がですね、一体どういう意味を持つのかとかですね、そこについてはまだまだ詳しいことは分かってはいないんですね。しかし、今から1800年ほど前の中国、有名な三国志の時代なんですけれども、その頃にはですね、不老不死、死ぬことも老いることもないというですね、不老不死の仙人とそれから壺を結びつける、そういう信仰が流行り始めていくんですね。で、当時の文献資料の中にもですね、ある人が、仙人の後について壺の中にダイブして飛び込んでしまうと、そういう話が紹介されています。で、壺の中にはですね、なんと太陽や月を含めて、別天地、別の世界が存在していたというふうなことが書いてあるんですね。で、そこで、仙人からですね、仙術、不老不死になるための、そういう秘められた術、秘術ですよね、を教えてもらったというふうな話も記した、そういう本もあります。ですので、この何も入れることのできない壺というのはですね、もしかしたらお墓に副葬されていたということもあって、死んだ魂をですね、神々や仙人の世界へと導き、そこで、楽しく幸せに暮らしてほしい、そういう願いを反映したものなのかもしれないです。それが本当に当たっているかどうかというのはさておきですね、ここに、ですね、この壺の他にもですね、日本、中国、韓国から出てくる、お墓から出てくる、こういう、実用的ではない、あるいは実用向きではない不思議な形をした容器、やたらと、上の方にですね、容器がこう固まって乗っかっていたりとかですね、そういうものが、黄泉の国で亡くなった人がですね、幸せに暮らせるように祈って、執り行われた葬儀と、関連するものであった、そういうことはですね、おそらく、間違いなく言っていいのではないかと思います。九州国立博物館の4階で、年間なんと約300回ほど展示会を行っているんですけれども、これからもですね、こういうワクワクするような展示、楽しい展示をですね、新しく企画していきたいと思います。3階は3階で、特別展やっていますけれども、それと合わせてですね、4階の文化交流展で新たな発見や驚きをお楽しみいただければ幸いです。ご来館お待ちしております。ありがとうございました。